モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。さあ、12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語冬のおすすめセットプレゼント6000円相当です。はい、飲むヨーグルト、飲むヨーグルトあまおう、食べるヨーグルトプレーン、これにミルクジャムとあまおういちごソースが入ったセットになってます。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日はそうだな、のんびりしたおもろい家族から紹介することにしましょう。こちら女性の方からいただきました。50代の後半の方ですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。これって初老には結構あるあるだと思うので、大しておもろくないかもと思いながら誰かに話したくって話したくって、最近うちの主人は忘れ物というか物忘れ、どっちなのかな、まあ、忘れ物っていうのと物忘れっていうのは随分と言葉の響きが違いますよね。そうですね。忘れ物っていうと子供たちっていう感じがしますけれども、はい、物忘れっていうことになると年齢を重ねてないと物忘れと表現しない、ここのところがねすごくすごくね微妙なんですけれども、本当ですね、忘れ物、物忘れ、多くって仕事に出かけるときまず携帯忘れる、メガネも忘れる、ひどい時は財布も忘れる、はい、そしてその忘れ物を取りに戻ってきて出かけていくんですが、その後出先から鍵がないと LINE が届くんです。だよまたと思いながらドアの外を確認すると鍵が刺さったまんま。これが割と日常なんで、最近は玄関のところに携帯、財布、メガネ、鍵、ひげ剃りと書いた紙を貼って確認してちょっと違うものも入ってきてますけどもね、ひげ剃りっていうそうなんですよ、加わってますよこのひげを剃り忘れてなんていうかね、ここまで出てこなかったけど違うものが加わってるんでね、また面白いんですよ携帯、財布、メガネ、鍵、ひげ剃りと書いた紙を貼って確認してもらうようにしました、はい、まあ仕事も忙しいし考えることも多いので仕方ないよねと思っていたんです。そんな主人ですが、さすがにこれはやばいぞという思うことがあって、仕事から帰ってきてお風呂に入って上がってきた主人が、ないない、え、ないとあちこち探し回ってるんです。そして料理をしている私に聞こえるように、ここに置いてあったんだけどな、君ここ触らなかった、片付けなかった、洗濯機の横に落としたのかなとバタ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 、しばらくして、あ、履いてた、え、パンツかいパンツかいパンツ履いてたんかい心の中で叫びながら無視しましたというか、もうこれって無視するしかないですよね。で、翌日から玄関の確認事項のところにパンツを書き足しました。これって大丈夫なやつですかね。まあ様子見るか。こんな主人ですが、不思議と結婚記念日は毎年覚えてて花束を買ってきてくれるんです。そしてそれが今日なんです。忘れてないかな。あ、そうですか。素敵なメッセージなんですよ。まあでもね、そのなんていうか、夫婦でね、はい、やっぱ同じように年を取っていくからいいんだよっていう風におっしゃってる病院の先生の言葉は聞いたことがあるんですよ、はい、だんだんほら、あの耳も遠くなっていくじゃない、うん、 で, ね、でもお互い遠くなるから大きな声であの話をするから、それは全然大丈夫なんですよねっていうふうにおっしゃってて、あ、そういうものなんだなというふうに思ったんですけれども、はい、ないない、あ、ない、ここに置いてたけど君ここ触らなかった、片付けなかったかな、洗濯機の横に落としたかな、お菓子履いてた、まさかのパンツかーいっていうまさかですよね。さあ、それからね、これもいきましょうか、男性の方からいただきました。お名前は、まあいいか、
秀樹さんですね。ぬくじ小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は可愛がってる私の孫の話。孫は5歳の時から水泳スクールに通っておりまして、4年前孫が小学3年生の時初めて大会に出場した時のこと。エントリーは自由形と背泳ぎ。妻と息子夫婦と応援に行った別府の会場は50メートルプールの大きな大きな会場でした。プールの向こう側に順番を待つ孫を見つけました。なんとその姿は食べさせすぎたのか、他の子より二回りほど太いぐだーっと椅子にもたれかかって両手両足をだらーっと広げて空をぼーっと見上げている孫の姿。他の子は両肘を膝の上に乗せて前のめりの姿勢でレースを真剣に見つめている。あいつ大丈夫？の天気な妻は、あ、こっちに気がついたよと両手を振っています。気がつくわけないだろう、ぼーっとしてるだけだよ。あ、違うかと女房がつぶやいて、当たり前じゃん、ダメだこりゃととっくに諦めた息子はせっせせっせとスマホゲーム。そんなこれはすごい。息子の嫁も目の焦点定まらず駄菓子をポリポリ。お前ら一体何しに来たんだよ。というより待てよ、なんだこのスタートの合図は。 Take your mark ワンとおもちゃのラッパのような弱々しい電子音。スクールでは用意ピッと、まあ、つまりあのオリンピックみたいな感じですね。そういうことですね、はい。Take your mark ワンスクールでは用意ピッと笛の音に鞭打たれるようにスタートしていた孫が分かるはずがない。それに今の状態だったらなおさら分からんだろう。心配になった私はワンとなったら飛び込むんだぞ、ワンとなったら飛び込むんだぞと孫にテレパシーを送り続けました。とうとう孫のレースの順番が回ってきて、自由形スタート台では他の子は最初から中腰で指先はピンと伸ばし今にも飛び込まんばかりの格好。孫は和式のうんこ座りで膝の上に腕を乗せて、ついでに頭も乗せて指先はダラーンスタートせんか。イラつく間にTake your mark ワン1コースから6コースまで一斉にジャンプドボーン。それに気づいた孫は慌てた様子もなく右側の8コースのこう振り向いて、そこには孫につられて出遅れた8コースの選手がいて、孫と目が合った途端ジャンプドボーン。1コースから6コースの子はすでに泳ぎ始めています。8コースの子を見送った孫はぐらっと真下に落ち込むようにドボーン。体重が重いためか大人用の深いプールの底の方まで沈み込んでもがき苦しむように水をかき分け、飛び込んだところ付近に V の字に浮上。溺れているのかと心配するほどの水しぶきの塊となって前に進み始めました。おお、少しは競争するつもりがあったのか。よしよし、結果はどうであれじいじは最後まで見守ってやるぞ。女房も息子夫婦ももう結果を悟ってよその歓声を聞きながら、4人とも静かに大きく遅れた孫の水しぶきをぼーっと見つめておりました。30メートルを過ぎたぐらいでしょうか、突然息子がうおーっと叫び始めたんです。はっと我に返ってプールを見ると、孫が3コースの先頭を泳ぐ選手に追いついて今にも追い越そうとしているところ、白い水しぶきの塊は猛烈なスピードで追い上げています。うおー頑張れー私たち4人の応援は他を圧倒しました。倍返しです。おー追い越したよっしゃーと息子が叫んだ直後、水しぶきがだん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 小さくなり、だん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 孫の姿が現れ始めました。苦しそうに息継ぎする孫の顔も見えてきて、せっかく追い抜いた子に次々と追い抜かれ始めて、最後はゴムが伸びきったようなゴム動力のおもちゃのようなペタ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 エネルギーが切れてしまったんでしょう。展開がすごすぎ。最後の力を振り絞り手足を動かしてゴール。私たちも最後の最後まで声を振り絞って応援しました。結果は張り切りすぎてフライングした上位2人の選手が失格となり、記録タイムは2位。まあ
結果オーライです。後からあった背泳ぎも似たようなものでした。あー疲れた。大会の 2,3 日後の練習日にコーチから選手登録を誘われ、中1になった今でも毎日元気に通っております。へえ、そうですかね。え、初めて大会だっていうことでね、はい、よし俺も行こうっていうことで、じいちゃんが入って、 あれなんだってこれはやっぱね、はい、また子供と孫って言ったらね少し違うのかなっていうところはありますけれども ね、 そうですね、はい、以上おもろい家族パート2でした。モーニングジャム